皆さんこんにちは、エンミカです。先ほど世界遺産の知床の旅から札幌に戻ってまいりました。札幌から知床まではだいたい400キロを超えるくらいの距離なんですけれども、時間にすると6時間ぐらいノンストップでかかるんですね。で、休憩挟むとだいたい6時間、6時間半ぐらいな感じで見てきたんですけれども、今朝も朝9時半に知床のホテルを出発しまして、到着したのがだいたい3時半ぐらいだったんですよ。そこから片付けとかをして、今に至るんですね。で、この感染症の最中、この旅どうするのかっていうことはすごく迷ったんですけれども、子供のたっての希望もありましたし、また新しい北海道スタイルということで、ソーシャルディスタンスだったりとか、マスクの着用だったりとか、消毒とか手洗いとか、そこにも細心の注意を払いながら旅をすることに決めたんですね。で、実際どうだったかっていうと、車の中、移動の時間の時とかはマスクは外していましたし、またホテルの中や家族で過ごすキャンプ場での時間っていうのはマスクはしてなかったんですけれども、それ以外キャンプ場の受付だったりとか、それからまたホテルの部屋以外のところに移動するときは必ずマスクを着用して、そして必ず消毒もする、手洗いもする、そんな工夫をしながら3泊4日楽しく過ごしてくることができました。道民割引を今回フル活用して使ったんですよ。ホテルの宿泊もそうですし、あと、アクティビティなんかも2つほど使ったんですけれども、これも半額でしたね。それも利用しながら行ってきたので、とてもお得な旅であったと思います。またもちろん知床の現地は普段とは全く違っているというには、行ったことは私はなかったので、夏のこのシーズンにわからないんですけど、現地の人の話によれば全然人は少ないし、とにかく空いている感じだったんですよね。そんな中でもヨーロッパの方とかはいらっしゃってましたね。あと結構混み込みではないけれども、ある程度の人はやっぱりいらしていて、ホテルもそれなりに人は来ていて、観光スポットなんかもそれなりに人はいる感じだったんですよ。で、昨日かな、1日アクティビティということで、1日貸し切りツアーということで、ガイドさんを1人お願いをしまして、知床で自分たちでは行けないようなところにということでご案内いただいたんですね。で、その方の車、その業務用で使われている車に私たちを乗せてくれて移動するんですけど、車内もマスクをすることを厳守するということが約束されていて、で、屋外に出るとマスクは外すことが多いんですけど、それでもやっぱり観光施設に入るときとかマスクは着用していくっていうところで、本当に気をつけていましたね。あとね、車の移動もドア、窓が全開でした。で、その方に聞いたんですけど、話はそのリスク管理ということになったんですね、感染症の件を通して。で、特に知床はクマが一緒に住んでるというか、クマの出る地域、クマとか野生の動物がこう普通に住んでいる手つかずの自然があるというのが、世界遺産の一つのに選ばれた人の理由ではあると思うんですが、そういう地域でクマに出会う確率っていうのはものすごく多いんですって。なので知床の人たちっていうのは特にその常にリスク管理ができているっていう風に話をしていましたね。だからゼロリスクはありえないっていう話はしていて、感染症についてもそうですし、クマとの出会いもそうだっていう風に言ってました。なので、その何が起こっても大丈夫なように、こう常に考えるこの頭のこう回転っていうか回路が出来上がってるっていう風にも話していましたね。で、今回そのホテルにしてもね、貸し切りツアーで担当していただいたガイドさんの様子にしても、このリスク管理ができているってことはすごく大事なことだなっていうふうに思います。普段の自分の生活はリスクを背負って生きているわけではないけれども、こういう感染症が
出てきて蔓延していく中で、感染者も日々増えていく中で、自分がどういうリスク管理をしてやって生活していくのか、ただうちにこもるだけとか外に外出をしないとかっていうことはもうこんなに出てくるとありえないことでは、ありえないというか、なかなか外出しないで日々過ごすことはないわけじゃないですか。いかに自分がリスクをこう回避しながらやっていくかっていうところは常にこう頭に置いていく必要があるのかなってことも感じたんですよね。今回の旅ですごく感染症の最中に旅をするっていうことの、なんていうのかな、場所にもよると思うんですね。特に今回は知床だったっていうことが一つの大きく得たものがあったと思うんです。リスク管理ということでね。なので、なんか自分がどういうふうにこの感染症の最中に生活していくのか、外出をするのか、旅に出るのか、人と会っていくのかというところは、やっぱり常に考えていくきっかけになったのかなっていうふうに感じています。どこにも行きたくない、怖いから外出は控える、それも一つの選ぶ道でもあるとは思うんですが、外出をするという時、旅行に行くというのであれば、リスクゼロリスクではないということを心に留めて、それに対してどう望んでいくのかというところを考えて行くことが大切かなと思います。また旅の様子はまた YouTube でも公開していきたいと思うので、ぜひご覧いただけたらと思っています。すごくいい経験になりました。素晴らしい風景にも出会いましたし、美味しい食事にもありつけましたしね、すごくいい旅になったと思います。家族の思い出もたくさんできました。では今日は旅の報告、この感染症最中に旅に行ってどうだったのかという話をお伝えしてみました。いかがでしたでしょうか。何かの参考になればと思います。このエイミカチャンネルでは、私エイミカが日常的に感じていることや、40代50代の女性に向けて、まあ、長く続くこの先の人生を共に楽しく過ごしていけるような何かのヒントになればいいなと思っていて、一緒に考えていければと思っております。また私の感じる北海道のことも伝えていきますので、ぜひチャンネル登録してこの先もご覧いただけたら嬉しいです。今ここでぜひチャンネル登録お願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。またお届けしたいと思います。ではまた、失礼します。バイバーイ。